そうですね、まあ、僕あんまサプリを普段飲んでなかったんで、あ、そうなんですか。なんか美味しいのがないんじゃないですか。はいはい。なんで、まあ、自分がプロデュースするならすごい飲みやすいのを作りたいなっていうことを思って、はい、まあ、やらせていただきました。しあさってで32歳になります、重森さとみです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。続きまして、紀穂さんから一言ご挨拶お願いいたします。はい、重森さとみちゃんの後輩でやらせてもらってます、紀穂です。よろしくお願いします。しあさっての次の日でした、誕生日。重森さんいかがでしたか。私も朝倉さんと一緒でサプリとか全く飲んだことなかったんですけど。あ、そうなんですか。はい、そうだから一口目ドキドキしながら飲んだんですけど、はい、想像のはるか上ぐらい美味しくて、はい、美味しかったです。美味しかったです。ただ美味しかったっていう印象でした。すごく飲みやすい感じがしてですね。はい。はい、紀穂さんいかがでしたか。あ、私は結構サプリメントとかいろいろ飲んできた方なので、はい、いろんな味をちょっと体験してみたんですけど、はい、甘くて飲みやすくて、多分女性の方でもこう気軽に気兼ねなく飲める味になってるなって感じました。あ、本当ですか。はい、小分けになってたので、はい、すごい女子にはいいなと思いました。そうですね、小分けになってると、うん、なんかパッて飲めるんでね。まっと飲みますよね。そうそう、1日1袋でいいんですよね。まあ、もっと飲んでもいいんじゃないですか。もっと飲んでもいいんですか。うん、まあ、30歳を超えて、はい、ちょっと体の衰えを感じてきたので。どうですか。はい、そろそろちゃんとしないな、したいなって思っていたときに、今日すごいいいサプリと出会えたので、はい、この出会いを機に運動を始めてみたいと思います。今まであんまり運動されてなかったんで。あ、でも2日に1回犬の散歩してます。激しめに。多分犬の散歩をした後に飲んでもあんま意味ないんですよ。え、嘘。でもちゃんと激しめに走ったりしています、めちゃくちゃ。激しめに走ったりして、犬に引っ張られてってことですか。そうですよね。散歩よりも激しい運動の時に飲んだ方がいいんですか。そうですね、もうちょっと鍛えた方がいいかもしれない。あ、わかります。もうちょっと鍛えた方が、散歩だけではなく、もうちょっと鍛えた方がいいという。犬をもっとめちゃめちゃでかくするとかね。犬をでかくして。なるほど、それしたいと思います。あ、そう、はい、ぜひしていただきたい。犬にサプリメント飲ましたら効きますかね。それはダメでしょ。ダメですか。何言ってるんですか。ごめんなさい、すいません。アスリートフードマスターって資格を取ってから、はい、食事面とかでは結構いろいろ勉強したりしたので、はい、さっきのサプリの栄養成分を見たりとか、はい、結構そういうところに楽しみを覚えてるので、その運動これから始めてみて飲んでみようかなと思いました。ちょっとわざとらしいですよね。わざとらしいですか。私でも本当にやる気ありますよね。今後。あ、本当にあります。ジム通ってもらってもいいですよ。あ、そう、やりたい。私格闘技やりたいなってね。そう、うん、だって持ってるんですよ。アマゾンで殴るやつとミット買って、いつもミット役やってもらって、いつも家でやってます。はい、すごい。やってた、運動してました。月に1回、ね、すごい本当立てなくなるまでパンチしてます。あ、そうですか。うん、どうですかこの体。かっこいいです。ちびないでくださいかっこいい。さっきからちょっと信用できないんですよ。信用できないですか。なんでですか。なんかわざとらしいなみたいな。え、嘘、初めて言われました。本当ですか。うん。え、本当にかっこいいなと。ありがとうございます。うん、本当にかっこいい。鍛えてる人がいいですか、やっぱ。そうですね、すごいなんかなんて言うんだろう、大きい、大きすぎる人よりかは。あ、筋トレしすぎてる人も嫌なんですか。すいません、本当は体型は何でもいいんですけど。でもなかなかこんな素晴らしい体の人見ないから。はい、そうなんです。すごい後ろでさっきよく見ました。よく見ましたか。はい、やっぱり後ろから。男は背中が語ります。かっこいい。かっこいいでしょう。はい、どうですか。素敵です。私もそのスポーツした体の人がやっぱ一番かっこいいなって思うんで。はい、理想です。理想ですか。理想です。
信用できますか？信用できないです。なんで、なんて言ったら伝わるんだろう。信用できない。資格まで持ってるんですよ、アスリートフードマイスターという。あ、そうですね。そうなんです、そうなんです。本当に私はあのムキムキが好きなんで。そう、筋肉質のアスリート狙いで。私はって言ってましたよ。私はって言いましたね。違う、テイクスタイルですね。違うってことですね。本当に素直にかっこいいと思いました。筋肉ムキムキですか、ね、緊張しました。え、緊張緊張したんですか。素敵すぎてダメだな、信用できないな。なんでだろう。女性の体はどんな体が好きですか。そういう質問ですか。でもやっぱちょっと鍛えてる人の方がいいかなっていうのは。なるほど。なんか締まってると魅力的ですね、やっぱり。やっ、締めましょうね。はい、締めたいと思います。YouTube 公開収録を行いたいと思います。普通にいつも通りの YouTube って感じでやっていきましょうか。はい、じゃあお願いします。美咲さんもね、すごい。あ、美咲さんだ。重森さんの大ファンみたいで。え、嘘、本当ですか。あ、よろしくお願いします。ということで今日は、僕とスパーリングしたいということですか。あ、そうです。習いたいです、格闘技を。習いたい。うん、あ、なるほど。あ、違う、スパークリングしたいね。それワイン、ワイン。なんでね、ワイン。なんて言うんだっけ。スパーリング、スパーリングしたいです。なんと、2対1で、はい、スパーリングして、僕の顔に一発でも当てられたら、うん、マーチンアップのプロデューサー交代ということで。え、やった。そう。だから、2対1でいいんですか。そうですね、まあ当たらないと思いますけど。うわー、悔しい。当てよう。やっていきましょうか。30秒ぐらいでいいですか。はい、30秒か30分どっちがいいですか。30秒で。あ、じゃあ、うん、え、30秒か何秒出たの。30分。あ、じゃあ30分。え、どういうこと。30秒か30分この人冗談通用しますよ。美咲さんと重森さんとスパーリング終わった後に、はい、重森さんをなんかもうベタ褒めして、はい、じゃあどんぐらい調子に乗るのかっていう偽企画を前撮り撮ってたんですけど、本当は実際当たっちゃって、はい、途中で僕が帰ったらどういう反応するのかという逆ドッキリを、うん、リハーサルでは社長の演技に100任せて大丈夫だよみたいな空気があったんで、なんかさっちゃんと目合わせながら、あれ、うん、本当何してくれてんだと思って。何言ってくれてんだろうって。朝倉さんのジムに通いながら、美ボディを作っていけたらいいなと思います。味もすごい飲みやすいので、の毎日3回4回でも飲めると思うので、飲み続けて美ボディをゲットしたいと思います。どうせ体作りをするんだったら効率よくで美味しく体を作っていけたらいいと思うので、本当にそういう時にはぴったりないい商品だと思います。今日から私も始めます。本当にこんな素晴らしい商品を作ってくださりありがとうございます。本音です。本当ですね、はい、飲みやすい商品になってるので、結構体が変わるだけで人生変わると思ってるんで、しっかり継続して筋トレとかして、マーチンアップ飲んで人生を変えてもらえたらなと思います。